ガジフスレブベグモスクの中庭の猫、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボにて、猫はイスラム教において敬愛されている動物である。預言者、ムハンマドイブンアブドゥンラーフに愛されていたということに、加えて、その清潔さから、猫はムスリムにとっての真のペットとみなされている。猫は古代オリエントの時代から均等で尊ばれてきた。これは大いに修正された形式ではあるものの、 イスラム教により受け入れられてきた伝統である。猫は七つの魂を持つと信じられているため、アラビア語には多くの猫の異名がある。イスラム教の聖典であるコーランに猫は現れないが、預言者ムハンマドやアブー・フライラにまつわる猫好きの伝承がスンナとなったことが、猫がイスラーム世界で大事に扱われるようになった一因だと考えられている。 預言者ムハンマドは、猫への愛は信仰の一側面であると言ったと記録されている。また、他のハディスによると、彼は猫を迫害することや殺すことを禁じていたと言われている。彼は、自分の街灯の上で、猫が出産することを許したり、可愛がっている。メスの猫のムエザが彼の礼拝服の上で寝ていった時に、ムエザを起こさないように服の袖を切り落としたと伝えられている。 このことは、イスラム教において、主となる慈悲心という還元に適合している。カイロで、イマームの隣で、枕の上に乗り休む猫、ジョン・フレデリック・ルイスによるムハンマドのサファーバの一人で、あり、子猫の父を意味する名前を持つアブー・フライラは、猫への愛情の深さで知られている。アブー・フライラによれば、彼は羊飼いをしていた時に、昼間は、一緒に子猫を連れて行ったという。 それが理由であだ名をつけられた。アブー・フライラが主張したところによると、ある女性が、メスの子猫に水を与えずがしさせたので、地獄に落ちた、とムハンマドが宣言するのを聞いたとのことである。しかしこのことには、ムハンマドのカフであるアイシャビンとアブー・バクルが異議を唱えている。伝説によれば、アブー・フライラの猫はムハンマドを、蛇から救ったようである。それに感謝した。 彼はその猫の背中と額をなで、そのことによりすべての猫に立ち直り反射を授けたと言われている。額に島のある猫がいるが、それはムハンマドの指が触れた印であると信じられている。ブワイフ長の君主、ルクヌッタウラは執務室に飼い猫を連れ込み、猫が政務の取り次ぎを行っていた逸話で知られている。ダマスカスには市民の寄付によって猫の病院、 年老いた猫の養老院が設置された。猫を殺すことは法律によって禁止されていたため、病にかかった猫や飼うことを好まない猫は、処罰を恐れた飼い主によって密かに町の外に捨てられ、これらの捨て猫は、上と暑さのために死んでいった。カイロに住んでいた、イギリスの東洋学者、エドワード・ウィリアム・レインは、13世紀にエジプトを支配したマムルーク朝の君主、 バイバルスの寄付で建てられた猫園について記している。一方、バイバルスと同時代のヨーロッパの人々は、強行直所の下で猫を食べたり殺したりと、猫に対してイスラーム世界と全く異なる態度をとっていた。猫は、穀物庫や食料貯蔵庫を有害動物から守るほか、本を破損するネズミを捕食するため、紙を重視する。 アラブイスラーム文化において高く評価されていた。こうした理由から、猫はイスラームの学者や、造書家と一緒に絵画に描かれることもよくある。中世のエジプトの動物学者アルダミリィは、ノアの箱舟に乗っていた動物たちがネズミに不平を持った後、神がライオンにくしゃみをさせた時に、最初の猫が想像されたと記述した。アメリカの詩人、旅行作家のベアード・テイラーは、 シリアの病院で猫が自由にうろついているのを見て驚いた。中で家猫が保護され餌を与えられていたその施設は管理人の給料の他に獣医学的な治療やキャットフードも枠譜によって資金提供されていた。イラン発祥の宗教であるゾロアスター教では猫は不浄の生き物として扱われているが現代のイランでは猫は邪険にされることもなければ 可愛がられることもない。アルジェリアのカビリ地方の物語では、猫は臆病者として扱われている。トルコ、シーリンジェのモスクの入り口にいる猫。人々は奥で礼拝を行っている。イスラム教の伝統では、猫はその清潔さにより敬愛されている。猫は犬とは違って、信仰に基づく手続きの上でも汚れのないものと考えられており、そのため家や、 マスジド・ハラームなどのモスクに入ることすら許されている。猫が口にする食べ物はハラールとみなされており、猫が飲んだ水はウッドに使用することができると認められている。さらにムスリムの間には猫はサラートを行う人間を探し出すということが広く信じられている。ウラマーの間では動物に不妊手術をするという問題について意見が分かれている。しかしながら大半は もし猫に不妊手術をすることに何らかの利益があり、そのことによって猫が死ぬことがないならば、猫への不妊手術は許容されると主張している。20世紀のサウジアラビア人でスンナ派のイマームであった、ムハンマドイブンアリウザイミンは、もし猫が多すぎて迷惑になっており、そして不妊手術が猫を傷つけないのなら、何も問題はない。なぜなら、 猫が生まれてから殺すよりも良いからである。しかし、もしその猫が普通の猫で迷惑なことを引き起こしていないのなら、自分たちで繁殖させておいた方が良いと説いている。ありがとうございます。